ふわっとしたこうイメージでスタイルがよく見えるような写真を撮りたいなと思ってます。なるほど。でも、まあ、でもすっごい素敵ですね。はい、ライティングですよ。まずは好みじゃないような写真も撮ってあげることで、もしかしたら違う仕事が生まれてくるような写真も撮っといてあげるっていうのが、やっぱ宣材写真撮るときは重要ですね。あと僕はあまりポーズを指定はしないですね。どちらかというと写真は、うん、相手とのセッションだと思ってるんで、柔らかい、まああれですね、柔らかいということは影があまりないということなんですよ。影をなくしていけば柔らかく感じるですね。ライティングだけじゃなくて、その外でロケで写真撮るときとかでも光を見る、そして自分で判断する方法の一つになると思います。例えばここの、はい、4と並んでるのも、はい、に関係あるってことですね。直接光を向こうから打ってるわけじゃない、バウンスはしてるから太陽がこっちからあって、バチンってこっちのか何かに反射して窓越しに光が当たって入ってきてるっていうような環境を作ることができるわけです。そうすることによって柔らかい雰囲気を今日は演出してるってことですね。お待たせしました。いや、よろしくお願いします。お願いします。まず最初に、全身の撮影させていただきます。テストです。はい。透明感ある、透明感あるけど熊代さんに合うライティングかというとそんなことはないね。このライティングちょっと変えます。今テスト中ですね。ライティングが熊代さんに合うかどうか含めて、一番この熊代さんのこの素材の良さをどういうふうに表現すればいいかというところを探しているところですね。具体的にどこを見ましたか？見た感じだともっとシャープなのにちょっと膨らんで見えるライティングになっちゃうんですよね。なんでですか？これ正面からドーンと当てている、これさっき話した柔らかいライトと相反するところなんですよ。これですね。結局人間はシャドウを作らないとシャープさが出てこないんです。だから立体的にしていくために光の方向を作ってあげた方が熊代さんにとってはプラスになる写真なんだろうと。柔らかさと締め、こいつはもうちょっと起こしてやるという感じですね。今メインのライトこのジャンガサに変えました。ジャンボな傘のことでジャンガサね、でっかい傘ね、はい、光の方向性を出すためにちょっとサイドに回ったということですね。なるほど。ちょっと1枚ね撮ってみましょう。先ほどとどれぐらい変わったか。はい、よいしょ。さっきが左で今が右ですね。そうですね。フロントもっちょい強くしよう。こうやって詰めていく、詰め将棋みたいにやるのがやっぱライティングの面白さでもありますね。ちゃんと人に合わせてしてるよっていうことですね。そう、作っていくということが大事です。よし、じゃあ撮り始めますかね。熊代さんと僕のセッションですから、僕から特にこうああだこうだってのはあまり言わないです。こう自分の中でどうしていくのがいいのだろう、まあもちろん何か言いますが、はい、こう想像しながら考えながら一緒に作っていくのがやっぱ写真なんで、ああいいです、いいです、いいですね。はいはい、基本的にちょっとだけ笑顔を意識しておきましょう。そうですね、そうですね、みんな笑顔が大好きだもん。少しだけ体を少し立体的に使いましょう。でそれぐらいの角度にしときながら、首から上は少ししんどいですけれども、ぐーっと正面向いていくと。はい、はいはい、もうちょい正面向けますか。そうです、そうです、そうです。そしてご自身の中のこうあれです、笑顔のこうアクセルをですね上げたり下げたりしながら作っていきましょう。そうです、そうです。でその表情に合わせて少しチンアップチンダウンをしていくと。そうです、そうです、いいですね、いいですね。はいはいはい、素晴らしい。はいはいはい、はい、もう少しだけ正面戻していきましょうか。そうしましょう。はい、少し歯が見えるぐらいのものもいただいておきましょう。
すごいこれタイミング難しいわ。ピッシャッターを押してからすぐ落ちへんのよ。これなんやねんと思うでしょこのタイミング。そうほらタイミング合わないからこうなっちゃうね。ああいいですねいいですね。撮られてる気分どんな感じ。なかなかこうちょっと光に緊張しますね。光、はい、ストロボのね。そうですね。やっぱ潜在の基本はね、やっぱ立ち姿と酔った写真。あ、いいですね。はいはいはい、いいですよ。指だけ動いてるの見えるのよね。なのに落ちてこないみたいな。そう、最初はええのよ。最初はええけど、バッファーが溜まると途端にダメになる。あー、いいです、いいです。ありがとうございます。シュー。いや、当たりです。あー、はいはいはい。いいですね、いいですね。そうです、そうです。ここはもう、全然全然、そうそうそう。あの首とかもね少しね倒してみたりとか、そちょっとあざとさも入れていきましょう。そう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 です。はい、いいですね。目線をスッと下ろすのもいいですね。そうそうそうです、そうです。でまたスーッと、あーかわいい、来たね。はい、よし、じゃあ勝負対決しましょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。じゃあ勝負するっすね。ここで中野さんの写真と一回セレクトをする時間をいただいて、ご休憩いただいて、どっちの写真が気に入ったか選んでいただく、選んでいただくということですね。写真機書き中、どうでした GFX50F50S2。 このセンサーでこの軽さっていうのは、うん、デジタル一眼を持ってる人でも何も違和感なく中盤ですって言えるにはすごい、ね、いいカメラ。別に操作感自体は悪くはないけど、うんうん、あれ活気はあまり、いやー、なんでしょうね。なんやろ、画像が先に合唱してから押される感じじゃないのよ。うん、多分俺らが一番不満なのは、人物をこれで撮ってみたらどうなるかっていう時に、うん、あんまり人物向きじゃなかったんじゃないかな。まあね、シャッターフィーリングとか、まあね、うんうん、オートフォーカス、うんうん、不満はありますね。不満はあるよね。あえて言うんだったら、俺はマニュアルにした時に、うん、もっとピントが合うモード表示をもっとなんか工夫してほしかったかな、うん、画質もさることながらフィーリングですからね、機械道具である以上、うん、フィーリングがなかなか合わないっていうのは一番痛いですね。なんかお散歩カメラの中盤みたいなのを作ってくれないかなと思ったね。ハッセルが出してるじゃない、うん、まあお散歩カメラなのかわからんけどね。あ、まあまあ、うん、富士のさ中盤ってさ、やっぱ645が俺の中頭の中にあるんだね。645シリーズがさ、はい、あってさ、弁当箱みたいなね、はい、そもそも旅行カメラっていうイメージがすごい強いのね、マキナみたいなね。だから富士フィルムの中盤っていうのがこういう一眼レフタイプで出てくるっていうのに、何かちょっとあれっていう感じは。まあね、なんかみんなの意見聞いて、結局中央な、なんか何でもできるカメラになりました。中盤やけどなぜかわかんないけど動画も撮れます、うん、誰が使うねんって話じゃないですか。やっぱこう風景撮る人にはまあいい選択肢になるのかなとは思うんですよ。何かに特化していた方がなんか、うん、生き残れるような気がするんだけどね。まあでも本当国産唯一の中盤デジタルメーカー思えば、もうぜひとも富士山には頑張ってほしい。例えば風景であれば、あね、うん、そっち側に、ね、もう頑丈になる、もっと頑丈になって、もう本当はアウトドアでね、とか、うん、そういう方向に振ってってもらったら、なんか味付けが ね、うん、出てきて、あの伝説になっていくんじゃないかなと思いますけど。大事なことって何ですか。大事なこと、カッキーの撮影してるの見てて、はい、やっぱ三脚使いながら、はい、いっぱいこうずっと相手とコミュニケーション取るよね、これってなんだろう、簡単にはできない。どうでしょうか。
もう分かんないですけど、なりわいとしてると分かんないですけど、どうなんですかね、うん、いや、やっぱ難しいんじゃないかな。女の子撮るときってなんかこうみんな頭の中エロいこと考えてるんでしょうっていう人が前俺言われたことがあったけど、中野さんはそうじゃん間違いじゃない、よく分かってるよ、うん、正直そんな余裕ないないでしょ。仕事だったらどんな格好しててもエロい気持ちにはならないけどね。ならないじゃない。撮影の時ってもう本当に会話とこう、うん、なん視覚と会話にも全力集中で、うん、余裕なくなるよね。そのためにいろいろした準備をしたり、まあそうですね、うん、いや、まあそうですね、余裕がないというか研ぎ澄ますためにっていうことですね。そうそうそう、集中力がすごい重要じゃん。だから俺は活気が人撮ってるの初めて見たようなもんだから、はい、すごい面白かったよ。あ、本当ですか、うん、じゃあ中野さんの方に関してはどうですかね基本的に歩かしてたのはやっぱある程度歩かせないと体使わせないと体が動かないって思ってるんだよね。特に一般の方を撮るときは、例えば遊びに行ったときはこういい写真が撮れるんだけど、いざこうカメラ構えると、彼女は俳優さんではあるけど写真撮られるプロではないからね。だからある程度ちょっと歩いた方がいいんじゃないかなっていうのは結構思ってて、実際いい写真撮れたのあれ一番最後のカットなんだよ。コミュニケーション取るというのはやっぱ大事だと思いますが、お互い、ね、初めて会う人間と相対するわけですからね。写真機かき、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2人どっちの写真が良かったかっていうのをこれ座って見比べていただいて決めてください。今日はどうぞ。いや、どうでした1日撮影。わ、とても面白い体験でした。いや、こちらも楽しかったですよ。お二人のカメラマンさんにこう撮っていただくというのがなかなかないことなので。そうですよね、はい、なかなかね、大体ね、カメラマンというのは、まあね、仲悪いですからね。そうね、相まみえることはないんですよ。まあでもすっごい素敵ですね。まあでもこれはね、どっちか選んでいただかないと負けた方が殴られるっていう。え、そうなんですか。冗談ですよ、冗談。バチー決めたってください。でもどっちが欲しいかだと、こうこの目的でならこっちだけど、この目的ならこっちっていう感じになっちゃうんですけど、今の自分のいいです。潜在でオーディションに使うならこっちなんですけど、柿島さんの方なんですけれども、個人として個人としてこうインスタとか自分のプロフィールとか、はい、とかに、宣伝に使うなら中ちゃんの、こっち、中ちゃんの方の写真とそうですよね。それはそうでしょ、まあ、それはそうです。それを狙ってますから、お互い。それはそうでしょ、うん、そうですよね。まあ、1枚どっちか決めてください。どっちかですか。はい、じゃあ中野さん、中ちゃんありがとうございます。ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。楽しいですね。でも使えないカメラでどれぐらい撮れるか、まあね、失礼なんです、はい、そうなの、それはいいからよいや、やっぱこう旗でやっぱカッキーがああやって人物を撮ってるとこ初めて見たんですよ。そうなんですか。やっぱね、面白いよね。あんだけちゃんと流れを読んで人を撮れる人そんないないから、いい人に撮ってもらったなと思った。はい、恐縮です、恐縮です。いや、本当に楽しかったです。ありがとうございます。楽しかったね。いや、でこれでいろいろこれからますますご活躍になっております。もうぜひ使わせていただきます。いや、また柿中でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そっち